そうですね、一応谷中コーヒー の特徴としてはやっぱ一つ大きいのがこう注文もらってから生の豆をそちらで焙煎をしてお渡しするっていうのが一番の強みになります。はい、でなぜこういうふうにやってるかって言いますと、やっぱコーヒーって結構焙煎した後にどんどんどん風味が落ちてしまうので、そこでまあなるべくお客様にいい状態で飲んでほしいっていうのが一つだったりとか、あともう一つが焙煎の度合いで結構味が変わるんですね。あんまり焙煎しない浅入りだと結構酸味があったりとか、逆に深くいっていくと結構苦味になったりとか、お客さんの好みに合わせてこう焙煎していけたらいいのかなということで、こういった形でやってます。そのおすすめはって聞いてしまうんですけど、一つ選ぶとしたら屋根線ブレンドっていう谷中仙台根津店で限定で扱っているブレンドがあるんですけども、そちらを結構おすすめすることが多いです。結構ほんのり苦くて結構飲みやすいコーヒーで、結構香ばしさはずっと残るような、なんかちょっとこう夕焼け段々とか谷中銀座商店街とかそういったところのこうイメージして使えたブレンドなので、結構その観光に来た人とか初めてこのエリア来た方には結構いい思い出の品にはなるのかなとは思ってます。はい、飲みます。一応お持ち帰り用のカップで提供してるんですけど、普通のブレンドコーヒーとか、あとはまあちょっと牛乳入れたミルクコーヒーとかご用意してます。でやっぱり結構多いのがここでテイクアウトしてそのままこうブラブラしながら飲んでいくって方は結構いらっしゃいますね。はい、あとは焙煎にちょっとどうしてもお時間がかかっちゃうので、待ってる間ちょっと散策するためにコーヒーを買ってちょっとこうその辺でいろいろ見てきて帰りに豆を取って帰るみたいなことも多いです。最初はやっぱり僕コーヒー、缶コーヒーとかブラック飲むと苦いと思ってちょっとなんか飲めなかったんですね。ただそれがあ飲める美味しいっていう感覚ですね。でやっぱどんどん知っていくと、あ酸味でもこういうちょっとフルーティーなのがあるんだとか、苦くてもコクと甘みがあって美味しいと思える。やっぱり結構本当嗜好品なので人によって好みが全然違うんですけど、そういったのをこう知れたのは面白かったですね。